日本を元気にする会はかつて存在した日本の政党、政治団体。政党略称は元気にする会、元気会、元気一時表記の際は人表記される。なお、2005年に設立された同盟の特定非営利、活動法人があるが無関係。こちらの読みは日本を元気にする会である。 2014年11月28日に回答したみんなの党に所属していた6名の無所属議員で12月18日に参議院院内会派として結成され参議院事務局に届け出されたその後2015年1月1日に政党を組織し1月8日に会派参加者のうち4人と次世代の党に離党届を提出していたアントニオイノキの 計5名で東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に政党として設立を届け出た。いずれも代表者は松田光太。松田は会派設立時にみんなの党は決闘の理念が途中でなくなってしまった。我々は決闘の理念をこれからも守り、日本の政治に第三局が絶対に必要だという思いのもとで活動してゆく。と述べた。 2016年1月に離党者が出たことで、政党要件を満たさない政治団体となった。同年7月の第24回参議院議員通常、選挙には候補者の擁立をせず、松田も政界を引退し、選挙後に院内会派も解散。2018年末に正式に解散を届け出た。 2010年代の第3局の理合集参2014年11月19日、みんなの党両院議員総会で挙手採決の結果、回答が正式決定。この時点で、党所属参議院議員は12名であった。前代表の渡辺義美衆議院議員が、三谷秀弘衆議院議員、渡辺道太郎、井上義行、薬師寺道代の各参議院議員と共に、 新党結成を拡作するも、薬師寺が不参加を表明したため政党要件の確保が難航し断念。11月26日にこれとは別に、新党結成を拡作していた、松沢成文、和田正宗両参議院議員が次世代の党に入党。同月28日回答し、参議院、議員10名は無所属のまま会派、みんなの党に所属となった。十二月十八日、 松田幸太、田中茂、井上義行、行田邦子、山口和之、山田太郎の6名が参議院事務局に新会派、日本を元気にする会の設立と、会派移動を届け出る。なお、同日、会派、みんなの党に残った、水野健一、中西健二、薬師寺道代、渡辺道太郎の4名は、会派名を無所属クラブに変更した。 国会議員が5人以上参加しているため政治団体として総務大臣に届け出れば政党要件を満たすことができるが松田はゴールをお互い共有していけるかどうかはさらに深くお付き合いをしていく中で確認するべきものだと思いますつまり最初から結婚するのではなくまずは別れることも可能だという状況下でステティーとしての お付き合いをさせていただくのが一番良い方法とし、党議拘束を設けない会派として、共に活動する中で、政策や目指す理念の一致性を確認していくと、述べていた。その上で、将来の政党への発展性は現時点で、まだ白紙ですと述べていた。12月24日、特別国会における、主犯指名で、実施投票。松田自身と山口が松田に、山田が自身に、 田中と井上は安倍晋三に投票し、行田は白票を投じた。また、同日休みんなの東海派が使用していた37番控え室をパーティションで区切り、日本を元気にする会と無所属クラブが共同で使用することとなった。2015年1月1日に政党を組織し、1月8日に東京都選挙管理委員会を通じて総務大臣に政党として、 設立を届け出た。同党には参院会派、日本を元気にする会のメンバーのうち、田中と行田を除く松田、山田、井上、山口と、次世代の党に、離党届を提出していたアントニオ猪木の、計5名で、政党要件を満たす政党としてスタートした。結成には他に、元みんなの党所属の都議会議員、おと春が加わっている。1月13日、 党役職を決定、発表した。この後、元々の会派名である、日本を元気にする会が、政党名に使われ、政党、日本を元気にする会に参加していない議員を含む、会派となったことから、1月26日に、参議院事務局に会派名を、日本を元気にする会、無所属会として、変更を届け出た。同年4月の、第18回統一地方選挙では、 関東地方の祝儀選挙を中心に15人の公認候補者を擁立。当選者は特別区議3名にとどまった。9月には平和安全法制の修正案を次世代の党、新党改革と共同提出した。修正案は最終的に不対決議に取り込まれる形で与党に受け入れられ、3党は賛成に回った。十二月七日、国対委員長の井上義行が 離党届を提出。離党届が受理されれば、所属議員が5人を下回るため、新たに国会議員が入党しない限り日本を元気にする。会は、政党要件を喪失する。離党届は止め置かれたまま、22日に会派のみ離脱。12月24日には、党籍は元気に残したまま自民党会派に加入した。2016年1月6日。 参議院で維新の党との統一会派、維新、元気の会を結成した。日本を元気にする会、無所属会に無所属のまま加わっていた行だと、田中はここで離脱した。1月13日、井上の離党届が受理される。これにより、日本を元気にする会は、政党要件を失った。同日、東京都議会議員の音北及び、新宿区議会議員の伊藤陽平も、 離党届を提出した。3月4日、維新の党との統一会派を解消した。維新の党が民主党と合流することが決まったことによる措置で、両党は日本を元気にする会にも、新党への参加を呼びかけていたが、元気側は誇示した。4月15日、山田が離党届を提出。大阪維新の会に入党するも、参院選の選挙区調整について、 党執行部と対立して短期間で除名され、無所属となる。山田はこれ以降も元気会派に止まった。6月2日、松田が政党女性法上の政党要件を失った、責任を取るとし、同日付で代表を辞任したことを明らかにした。公認の代表には、最高顧問のチョキが就任。政党要件の回復を目指し、大阪維新の会を離党していた山田太郎。 浜田和幸両参議院議員に合流を呼びかけたが、実現しなかった。7月10日投開票の第24回参議院、議員通常選挙に向けては、作家の乙武広忠や横山北と、元衆議院議員の擁立を検討していたが、実現せず、松田も出馬せずに、政界引退を表明し、国会に議席を置く、政党並びに、政治団体としては唯一。 公認候補者の擁立並びに候補者の支援、推薦を見送った。7月27日、第24回参院選の結果を受けた参議院事務局への各会派所属議員の届出が締め切られ、参議院の会派別申請力が確定した。会派、日本を元気にする会、無所属会は解散し、会派代表を務めた猪木は、会派、無所属クラブに移動、山口は、 どの会派にも属しない議員となった。政治団体としての日本を元気にする会は存続しているが、これ以降は定例記者会見や公式 Facebook、Twitter 等の更新は行われなくなる。11月、公式ホームページの所属議員一覧から、チョキの項が削除され、公認の代表には渋谷区議会議員の田中匠美が就任したと発表。 初期は12月末に正式に離党。2017年5月、公式ホームページの所属議員一覧から山口の校が削除される。これにより、当初、2017年以降は活動の実態が事実上、亡くなり、同年末頃には、新宿区四谷に構えていた、党本部を退居し、主たる事務所の所在地が、渋谷区笹塚にある田中の事務所となった。 12月31日には、ボトジェパンを閉鎖し、2018年10月には、党公式ホームページも閉鎖された。この時点では党には、田中のほか、埼玉県朝霞市議会議員の松下正代と、北区議会議員の斉藤理恵の3名の地方議員が在籍していた。12月10日、正式に解散を届け出た。2019年4月の、 第19回統一地方選挙では前半戦において、松下が埼玉県議会議員選挙に倉替えし、自民党推薦の無所属で立候補したが落選。後半戦では、斉藤は立候補の準備を進めていたが出馬を見送り、田中のみが無所属で出馬し、再選した。同年7月の第25回参議院議員通常、選挙では山田と井上が自民党から、 山口とおときが日本維新の会から斉藤が立憲民主党から出馬し、かつての所属議員が党派を分かれて戦う形となった。党開票の結果、山田とおとが当選した。比率賛否に応じた割合投票年に3つか4つある、国論を二分するような重要な法案について、会員でネット投票を行い、仮にその結果会員の60%が支持。 40%が反対していて、日本を元気にする会が国会に10議席を有している場合、党所属国会議員の6人が賛成票を4人が反対票を投じるとしている。これはハンガリーのインターネット民主党の仕組みと同じである。松田は国論を二分するような重要な法案は年に3つか4つであると発言しており、 それ以外の大多数の法案については会員によるネット投票を行わず議員の独断で一票を投じる。2015年3月をめどに会員向けの投票ができるスマートフォンアプリを作るとしていたが2015年4月に入ってもスマートフォンアプリを発表していない。第1回目の会員によるネット投票として透明変更の是非を問う会員投票を行った結果 反対が多数であったため、透明を変更しないことにしたと発表した。4月30日、液体民主主義を掲げている、ドイツ海賊党のヘルベルクベルリン衆議会議員、ケルナー党首、ティンギ・ローティス事務局長と会談した。ドイツ海賊党とは、今後も密に連携を取っていくとしている。9月19日、安保法制に関するネット投票を行っていたにも、 かかわらず割合投票は行わず、参議院本会議にて現気会所属参議院、議員5名全員が安保法制に賛成票を投じた。政治団体、支持政党なしとの類似性、第47回衆議院議員、総選挙比例北海道ブロックで10万票を獲得した政治団体、支持政党なしもインターネットを通じて法案の賛否を図るとしており、 支持政党なし代表の佐野秀光は日本を元気にする会は支持政党なしのパクリであると主張している。北海道新聞では支持政党なしの大量得票に刺激された可能性を指摘している。日本を元気にする会と支持政党なしの違うところは支持政党なしはすべての法案に対してネットで法案の賛否を問うのに対して 日本を元気にする会は年に3つか4つある国論を2分するような重要な法案のミネットで法案の賛否を問うとしている。また、支持政党なしは政策一切なしだが日本を元気にする会は政策を持っている。支持政党なしは日本を元気にする会の主張について重要かどうかをどうやって決めるのか、たとえ自分には全く関係のない法案でも、 その法案の行方で職業を失う人や大きく、人生が変わる人もいると批判し、ごく一部の法案のみしかネットで賛否を問わないのは、問題であると主張している。山田太郎政調会長は、支持政党なしのパクリ党だと言ってるんですけど、どうぞ言っていただいて結構だと思います。インターネットでの意見をそのまま国政に入れて、自分たちは何もしません。何もやらないのが一番いいんだって言うんだけど、 それは違いますと述べ、議員には翻訳や世論形成などの役割があると主張している。また、インターネットを使う意味においては発想は似ているのかもしれませんけど、議員一人一人に課されたものは違うと反論している。また、松田孝太代表も両党の理念の違いを指摘しているが、一方で直接型民主性を標榜する団体、組織にはぜひ頑張っていただき、 一緒にその基本的な考え方を広めていただきたい、との考えも述べている。考領では自由経済、小さな政府、機械の平等、セーフティーネット確立そして平和のための主導的外交などの政策を基本理念と位置づけていた。基本政策には大胆な財政健全化計画の策定や徹底した規制緩和自由貿易の促進を掲げた。 2018年9月7日時点、ありがとうございます。